昨年9月に発覚しました関西検査に関わる不適切な取り扱いの問題以降、事業のあらゆる面における法令遵守の状況について自主点検を実施してまいりました。その一環として関西検査時の排出ガス燃費の測定に関する調査を行ってまいりましたところ、国内車両製造工場において製造された車両の一部の排出ガス測定試験において不適切な行為があったことを把握いたしました。本日本事案につきまして国土交通省にはご報告させていただきましたが、関西検査問題の再発防止に向けた取り組みを進めている中で、こうした事案が発見されたことに対し、お客様をはじめ関係者の皆様に深くお詫びを申し上げます。申し訳ございませんでした。